スーパーアース GJ1214B の推定サイズを示すイラスト。左は地球、右は海王星。スーパーアースとは太陽系外惑星のうち地球の数倍程度の質量を持ち、かつ主成分が岩石や金属などの個体成分と推定された惑星のことである。スーパーアースの範疇については、 概ね地球質量の数倍から10倍程度とされるが、現在のところ固定的な定義はなく、定められる予定もない。1995年に、ペガシス座51番星にて、境外惑星が発見されて、以来、観測された、境外惑星の多くは、木星質量前後の巨大イガス惑星であった。しかしその後技術、精度の向上に伴って土星、さらには、 海洋性クラスの低質量惑星が次々と発見され2005年以降は地球の数倍程度と見られる惑星も報告されるようになってきた。これらのうち地球の10倍程度の質量を持つ地球型惑星がスーパーアースと呼ばれるようになった。スーパーアースではその大きさゆえ内部で高圧による圧縮の効果が大きいためマントルがコアの熱を 吸い上げる効率が悪くコアの対流が活発になりにくいため磁場が弱いだろうと予想されている。またプレートの厚みも大きいと予想され、従ってプレート運動が生じにくいと予想される。プレート運動を起こすにはプレートを何らかの力で割って、かつそれを何らかの力で沈み込ませる必要があるが、プレートが分厚くかつマントル対流が弱い。 巨大な惑星では難しい。これは生命の維持と発展に不可欠な物質循環が起こりにくいことを示している。スーパーアースの起源としては従来の地球型惑星の形成説だけでなくガス惑星の大気が中心星からの放射によって剥ぎ取られたという説などがあり、現在研究が進められている。また、 太陽の数分の1以下の低質量構成である赤色矮星での発見が相次いでおり、今後の重要な観測ターゲットとして専門家から注目されている。またイダ・シュゲルは惑星の構成物質に氷が多く含まれ、なおかつ中心性に近い場合は、惑星全域が海に覆われたオーシャンプラネットとなる可能性も指摘している。 ヨーロッパ南天天問題によれば、銀河系内のスーパーアースは数百億個存在すると推計している。また、地球から30光年以内のスーパーアースは約100個と推計している。ありがとうございます。